言える。家だなっつって、なんだクソからの汚いひどすぎる、汚い絵だなっつって家だなっつって、めっちゃ悪かちきなんつったん、汚い絵だなこれ、それが中学生の時に描いた絵なんだけど、結構自慢なんだけど、何の賞にも入んなかった。ちょっとね、色合い最悪。結構才能に溢れてると思って、描いたのに。でも今でも結構ね、なんて賞に入んなかったのか謎なんだけど。いや、結構入んないでしょ。絵で絵を表現してん。何の絵表現したの？絵っていう絵で絵を表現。筆とかになってるじゃん、消しゴムとか鉛筆とか、いつとか超強い、うん、重要ね、うん、はあ、思い出した、なんて書いたの、俺鳥とおりとおりはやべえだろ、おめえ書いたのとおりとおりなんで一文字書くってなってさ、うん、鳥にしたの、え、めちゃめちゃ迷ったの、うん、なんもないかな、鳥だと思って、で、実際に頭ほどそぎにして頭一角目、このとこ鳥の顔にしてキモすぎる、頭ってちっちゃちょっとなんて最後のこれ書いてた、足にさ、ちょっとすごい足、羽、頭いいね、頭いいね、俺の画力だけど近年まれに見る爆笑だ声が、声が静かにしようと思ったって余計変な声になって、わかるけど、あ、ごめんごめん、あ、やばそう、鳥何が面白かった、漢字の鳥っていうよりなんかカタカナの鳥っていうのを想像してて、うん、面白かった、面白い、なんも面白くない、あとなんかワシとかそういう鳥より鳩みたいな想像しちゃって、なんか大地を飛べる鳥みたいなイメージじゃなくて、うん、駅のホームにいそうね、駅のホームにいる鳥みたいなのお前すごいな、なんで天才だろ、なんでアイディアがすごい、払うとこうまくない、うまい、筆で描くと特選だ、ほんと、うん、出た、俺のせいにする、実家帰ってきてから、かっちゃんがなんかトライになった、あと俺寂しいわ、私も寂しい、じゃあ休止よ、バンヒソキソだった、早田さん、一緒に
人、うん、わかんない、ギャルなんだけど、ね、おやすみな、ね、おやすみ、それやそうなるかね。